皆さん、こんにちは。今回は沢田研二さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。不正室の名ボーカリストとして長年にわたって大活躍を続けてきた沢田研二さん。しかし、その生い立ちについてはあまり知られておらず、気になっているファンも多いのではないでしょうか。少年の頃はプロ野球選手を目指していたという話もあったそうです。そこで今回は沢田研二さんの生い立ちや家庭環境、これまでの経歴について調べてみました。まずは沢田研二さんのプロフィールについてご紹介します。沢田研二さんは1948年6月25日に島根県で生まれ、京都府京都市で育ちました。ザ・タイガースおよび PYG のボーカルを務めています。身長171cm の血液型は A 型です。ニックネームはジュリーです。学校は京都市立第三近隣小から岡崎中学校、そして京都府立大木校に入学し、芸能活動を送るため後に中退しています。ご両親やご兄弟のことは口述しますが、調べてみると例えば生活に困窮するようなことはなく、ごく一般的な家庭のようです。沢田研二さんは運動神経に恵まれていたようで、子供の頃からスポーツばかりやっていたそうです。特に野球に目覚め、周囲にはプロ野球選手になりたいと話していたとのことです。本心は歌手や俳優に憧れていたそうですが、父親がかつて映画の世界で修行しながら諦めたという経緯があり、自分もどうせ慣れっこないと思い込んでいましたと述べています。中学時代は野球部のキャプテンを務めました。京都市大会で好成績を収め、府大会に進出しますが、レベルの高い選手と触れ合い、野球を続けることを断念しました。高校進学後は目標を失って、当時は不良のたまり場と言われたダンス喫茶に出入りするようになります。一曲覚えてきたら歌わしたると言われ、一生懸命に覚えて歌った時の快感が忘れられなくなり、バンドマスターの付き人を務めながら歌っているとある転機が訪れます。後のザ・タイガースとなるファニーズというグループのメンバーたちがボーカルを探していて、沢田研二さんが声をかけられたそうです。そのファニーズ時代の1966年、ザ・ビートルズが来日して東京の日本武道館でコンサートを開催した時、沢田研二さんはファンからチケットをプレゼントされ足を運んだそうです。ものすごいものを見たという感じ、こんなものにはなれないとしか思えなかったと言いますが、後にその武道館では何度も多くの人々を熱狂させることになるわけですから、人生はわからないものです。沢田研二さんはお兄さん、妹さんとの3人兄弟です。2010年にファンの方が偶然沢田研二さんのお兄さんを見かけたという方のブログを見ると、なんとなく沢田研二さんに似ている風貌で、髪の毛もふさふさだったそうなので、ダンディーなおじさまが想像されます。一方妹さんの方ですが、小さな頃に熱を出して脳性麻痺になったという情報があります。1967年に発売された週刊平凡に、小児麻痺の妹をいたわる沢田研二、涙の兄弟愛という記事も載っているようで、患っている箇所や程度についての確証はありませんが、何らかの障害がある方のようです。その後はどう過ごされているのかは分かりません。沢田研二さんの熱心なファンが沢田研二さんの実家を見に行った時に妹さんと触れ合ったことがブログに記載されるなど、他にも情報が一応飛び交ってはいますが、真偽は不明です。沢田研二さんはマスコミ嫌いの側面もあるようなので、ご家族の情報が流れることはおおよそ期待はできません。沢田研二さんの両親について調べてみました。沢田研二さんの父松尾さんは京都府舞鶴市内の火薬研究所に関係した仕事をしていたそうです。沢田研二さんの名前は研究の研に次男ということから命名されたという説があります。前述しましたが、松尾さんは戦前に映画の世界にいて、衣笠貞之助さんという映画監督の付き人をしていたそうです。1953年公開の地獄門でカンヌ国際映画祭のグランプリを獲得した方です。芸能の世界への夢は息子さんが果たしてくれたということなのでしょうか。
母千恵子さんもかなりおしゃれな方だったそうです。服の流行をいち早く感じ取り、自らミシンを使って仕立てて沢田研二さんに着させていたのだといいます。沢田研二さんは後に奇抜なビジュアルでもファンを楽しませています。ご両親の血をしっかり受け継いでいる感じがします。ただ子供の頃から流行の最先端を行く服を身にまとっていたせいで、沢田研二さんは不良に睨まれ続けていたそうです。千恵子さんはすでに亡くなっているようなのですが、松尾さんは2014年に100歳を迎えていることが分かっています。その後松尾さんに関する情報は見つけられませんでしたが、今もお元気にされているのかは気になるところです。沢田研二さんの実家は京都府京都市左京区浄土寺にあるそうです。銀閣寺も近いのだそうです。人気絶頂だった頃は修学旅行生などが周辺に集まっていたそうで、聖地巡りのような感じで訪れていたのでしょう。沢田研二さんが人気絶頂の頃は小さな家という印象を持たれるお家だったそうですが、その後は2階ほど改修され3階建ての家となっているそうです。沢田研二さんは現在神奈川県に住んでいるようなので、前述したように実家にはお兄さんのご家族が住んでいるのでしょうか。ジュリーの愛称で知られる歌手の沢田研二さん、若い頃はそのあふれ出る色気から失神するファンもたくさんいたそうです。そんな沢田研二さんですが、これまでに2度の結婚を経験しています。まずは一人目の奥さんであるザ・ピーナッツの伊藤恵美さんとの馴れ初めや離婚理由についてご紹介していきます。二人が結婚したのは1975年の共に人気絶頂だった頃でした。結婚に至るまでスクープなどは一切なく、突然の結婚発表にファンは相当驚いたとのことです。特に沢田研二さんのファンは7歳も上の女性と結婚なんてと衝撃を受ける人も少なくなかったそうです。電撃結婚だったということで、馴れ初めや交際期間は全く分かっていないのですが、交際期間は6年7年くらいではないかと囁かれています。出会いについても明らかになっていませんが、当時2人は同じ所属事務所だったということから事務所を通じて出会ったのかもしれません。結婚を発表した際、すでに結婚式と執り行った後で、結婚式は比叡山延暦寺だったとのことです。そしてその足でコンサートに行き、ステージ上でファンに結婚を報告しました。伊藤恵美さんも一緒にステージに上がり、彼女は僕の妻ですと紹介したと言われています。またこのステージで結婚発表をした後、伊藤恵美さんは芸能界を引退しました。まだまだ歌手として人気があった時期だったので、伊藤恵美さんのファンはとてもがっかりだったことでしょう。その後1979年男の子が誕生しました。現時点で44歳ということになります。名前は沢田和人さんというそうなのですが、顔などは分かっていません。しかし幼稚園くらいの頃の写真は残っていました。そして現在はレコード会社で働いているという噂があり、やはり両親2人ともが歌手ということで納得いきます。そしてそんな息子さんが8歳の頃だった1987年に2人は離婚してしまいます。離婚理由は沢田研二さんの浮気と言われており、その相手が沢田研二さんの現在の奥さんである女優の田中優子さんだと言われています。このことが世間で公になり、沢田研二さんのファンは失望し、人気は急降下していってしまいます。昔も今も不倫というものに対しての考えはあまり変わらないのでしょう。しかしまだ幼い子供がいることから、伊藤恵美さんは離婚するかどうかを迷ったそうなのですが、沢田研二さんを愛していたからこそ離婚届にサインをしたと言われています。伊藤恵美さんからすれば、沢田研二さんを愛しているからこそ彼の望むように離婚してあげることが本当の愛情と信じていたようです。ですが伊藤恵美さんはすでに芸能界を引退していましたし、子供もいるということで、もらうものはきっちりもらったと言われています。その慰謝料の値段は18億1800万円と伝えられています。すごい額ですが、今後自分と子供が暮らしていく上で必要な金額だったかもしれません。ちなみに芸能界で最も高い慰謝料と騒がれていました。1987年に
伊藤恵美さんは沢田研二さんと離婚されてからは息子さんを一人で育てていました。離婚されてからは息子さんに一度も会われていなかった沢田研二さん。息子さんは母親伊藤恵美さんが亡くなってしまって、初めて父親沢田研二さんのステージを見に行かれたそうです。息子さんも父親のステージを初めて見てすごいと思われたということでした。楽屋で25年ぶりの父の再会をされて、沢田研二さんも息子さんに会えて感動で涙していたそうです。続いて沢田研二さんと田中裕子さんの馴れ初めや子供についてご紹介します。二人は1982年の映画男はつらいよ花も嵐も虎次郎で共演しました。その後も沢田研二ショーという冠番組にたびたび田中裕子さんがゲストとして出演していたそうなので、この頃から恋愛関係に至ったようなのですが、先ほどもご紹介したように当時沢田研二さんは伊藤恵美さんと結婚していました。また沢田研二さんが離婚する1年前の1986年の画像でも2人の仲のいい様子が伝わってきます。具体的にはいつから交際していたのかは分かっていませんが、このことが公になったことで伊藤恵美さんとの離婚は田中裕子さんが原因と言われるようになってしまいます。そして伊藤恵美さんとの離婚から2年後の1989年に沢田研二さんと田中裕子さんは結婚を発表しましたが、この時も略奪婚と騒動になっていました。ちなみに結婚式は出雲大社で行われています。実際に不倫関係にあったのか略奪婚だったのかは分かっていないのですが、現在でも夫婦として過ごしているのでとても相性が良かったということなのでしょう。そして沢田研二さんと田中裕子さんの間に子供はいません。子供を作らなかった理由は分かっていませんが、沢田研二さんには伊藤恵美さんとの間に一人お子さんがいるので、もしかすると子供のことを考えて田中裕子さんとの子供は設けなかったという可能性もあるのではないでしょうか。その他にも田中裕子さんが子供を産める体ではなかった説や不妊治療説などが浮上しているようなのですが、実際のところは分かっていません。田中裕子さんとの結婚までに様々なことがあったと思うのですが、夫婦仲は良いという情報が入ってきていることから、沢田研二さんと田中裕子さんにとっては最高のパートナーであったということなのでしょう。新型コロナの影響で沢田研二さんが主演を務めた映画キネマの神様の撮影は超厳戒態勢で進んでいました。通常より距離を取ったスタッフの中心にいるのは沢田研二さん、当時72歳です。キネマの神様は松竹映画100周年記念作品です。人気作家原田マハの小説を原作とし、山田洋次監督がメガホンを取りました。主演には志村健さんと菅田将暉が起用され、志村さんにとっては初の映画主演作になるはずでした。しかしご存知の通り志村健さんはコロナによって突然亡くなってしまいました。不意に訪れた主役の降板は作品をお蔵入りにしかねないほどの衝撃だったといいます。しばらくして白羽の矢が立ったのが沢田研二さんでした。沢田さんは所属事務所には事後報告で山田監督から打診を受けてすぐに快諾をしたそうです。沢田さんと志村さんは20代の頃からの盟友で、テレビや舞台での共演は数知れず、1年半もの間ラジオの冠番組を一緒に担当したこともあるほど互いに認め合っていた存在でした。さらにこの映画のプロデューサーは沢田さんのマネジャーを長年務めていた男性の娘婿。沢田さんは彼らの結婚式で乾杯の挨拶をしているのです。それだけの縁があれば断る理由が見つからなかったのでしょう。山田監督も沢田さんの真意に応えて脚本を一部書き換えるなど、すぐに撮影再開に向けて動き始めました。志村さんの代役を務めるにあたり、沢田研二さんは3つの条件を出していたといいます。1つ目は、体型や髪型などは普段の沢田研二のままであること。髪を染めたりダイエットをしたりはしないということでした。志村さんの風貌に似せることは、志村さんが作り上げた役を借りることになってしまい、失礼だという考えを持っていたようです。制作側は沢田さんなりの志村さんに対する畏敬の念なのだとその思いを尊重しました。衣装は沢田さんに合うように再考したんですよ
と映画会社関係者は語ります。2つ目は撮影以外の露出は控えたいということ。通常映画の公開直前には出演者がテレビにゲスト出演したり、雑誌のインタビューに答えたり、舞台挨拶に立ったりと宣伝活動に励みますが、澤田さんはそれらには参加しないようです。演じることだけに集中したい、代役で志村さん以上に目立つことはしたくないという彼の哲学でしょうと映画制作スタッフは語ります。3つ目の条件は感染対策を徹底すること。それは澤田研二さんにとって当時命がけとも言えるものだったのです。澤田研二さんが知識なくコロナを怖がっているからではないのです。実は現在持病を患っているからだと言います。澤田さん、スタッフに闘病を明かしたのです。澤田さんはプライベートについてはもちろん、自らの体が辛いことや病気について話す人ではない。それだけに現場の衝撃は大きかった。しかも糖尿病だという命の危険もある中、この代役を受けてくれた新域に言葉が出ませんでしたと映画制作スタッフは語ります。新型コロナには感染すると症状が重篤化しやすい人がいるとされていました。それは心疾患や呼吸器疾患、糖尿病といった基礎疾患を抱えている人です。糖尿病の場合、血糖値をうまくコントロールできないと重症化や死亡のリスクが 2.5 倍にまで高まることが報告されていました。澤田さんが病名を明かしたのは、現場でリスクを共有しなければ周囲に迷惑をかけかねないと感じたからでしょう。もしも新型コロナにかかり重症化となれば、今度は映画の存続も危ない。澤田さんとしては自分自身のことよりもそれが一番心配だったのでしょう。スタッフもその可能性があると分かっていれば、念には念を入れて対策を徹底できますと当時の様子を述べています。誰もが危機感を抱く中、現場の空気が緩むことはなかったそうです。いかがだったでしょうか。今回は澤田研二さんの生い立ちやこれまでの経歴について見てきました。インタビューによると、僕はもともと引っ込み思案で、自分から何かをするという立ちじゃないんです。いつも後手後手、先手必勝ということは一度もありませんと語っています。音楽活動に取り組み始めた頃も将来の不安を感じながらだったそうです。ザ・タイガースでは他のメンバーに引きずられるように京都から大阪に出て人気が出ると、メンバーたちは東京へ行く、日本一になると大スターへの階段を駆け上がろうとする中で、澤田研二さんは異なった思いを抱いていたようです。澤田研二さんは大阪まで来られただけで御の字じゃないかと考えていたそうです。人気が絶頂となっても、電車通りから3軒目の澤田さん家の次男坊というのが自分の根っこということをふと思い出すということの繰り返しだったそうです。芸能界といえば上昇志向の塊のような人が成功するようなイメージですが、ご本人の意思よりも周りが放っておかなかったというタイプの澤田研二さんは、やはり根っからのスターという感じがします。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。